戦と立って頑張ってまいります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。青年会議所の方で準備した、次第は基本的に、これで一通り終わったということになります。で最後、私コーディネーターの立場から一言だけ、お話をして終わりにしたいと思います。こういう形でですね、5名の方々が、並んで話を同じようなテーマで聞くということは、実は選挙戦の時あまりないという行為です。で、もともと公開討論会制度的にあったんですけれども、非常にやじや、そうした罵声といったものでですね、できなくなった経緯があります。で、そうした中で、青年会議所こういう形でですね、少しずつやっていると、そこそこやっているというのが現状です。で、よくアンケートをですね、最後書いていただくと討論会じゃないじゃないかっていうことがあるんですが、やはり公職選挙法の縛りが厳しくてですね、現状ここのぐらいが今限度のところになっています。で、もしよろしければですね、ここで不満であった方が逆に、選挙戦の時にそれぞれ、立候補された時に、どういうことを言うのかなというふうに聞く機会になると思います。ですから、こういうような状況であるということをご理解いただいた上で、でかつですね、ぜひ選挙戦の時に、今日ここで、登壇された5名の方、こういうことを言ってるよ、ないしは、JC のホームページにですね、こういうの載ってるよと、ぜひですね、宣伝していただけるとありがたいなというふうに思います。それでは、最後、お忙しい中、登壇していただきました5名のパネリストの方々に拍手を会場の方から、していただければと思います。どうもありがとうございました。それでは、司会の方に何をお伺いしたいと思います。